アフターダークは、村上春樹の11作目の長編小説。2004年9月7日、講談社より刊行された。想定は、和田誠。写真は、稲越光一。表紙と扉には、アフターダークという英題が記されている。2006年9月15日、講談社文庫として文庫化された。村上は執筆のきっかけの一つとして、ロベール・アンリコ監督のフランス映画、 若草の燃える頃を挙げている。作中には村上が表現する深夜の都会という一種の異界が描かれている。全18章において具体的に23時56分から6時52分まで人よの不可逆的な時間軸の出来事として3人称形式とともに私たちという一人称複数の視点から複数の場面を捉えつつ物語は進む。しばしばその 私たちは自意識を持つ語り手となるのが特徴である。ニューヨークタイムズのブックレビューにおける2007年注目の本の小説部門ベスト100に本書の英訳版が選出された。時刻は真夜中近く。彼女は随分熱心に本を読んでいる。様々な種類の人間が深夜のデニーズで食事をとり、コーヒーを飲んでいるが、女性の一人客は彼女だけだ。 入り口の自動ドアが開き、大きな黒い楽器ケースを肩にかけた若い男が中に入ってくる。君は浅いエリの妹じゃない彼女は無言だ。男は続ける。君の名前は確か、ゆりちゃん彼女は簡潔に訂正する。マリ部屋の中は暗い。しかし私たちの目は少しずつ暗さに慣れていく。美しい女がベッドに眠っている。マリの姉のエリだ。 部屋のほぼ中央に椅子が一つだけ置かれている。椅子に腰掛けているのはおそらく男だ。マリに話しかけた男が立ち去ると、金髪の大柄な女が店内に入ってくる。女はマリの向かいのシートに腰を下ろす。高橋に聞いたんだけど、あんた、中国語がベラベラに喋れるんだって。女の名は、カオルといい、ラブホテル、アルファビルのマネージャーをやっている。 カオルはマリに通訳を頼みたいという。アルファビルの部屋では、客に殴られ身ぐるみ剥がれた中国人の娼婦が声を出さずに泣いている。娼婦の名は、カクフユリー。マリと同じ19歳だ。カオルは、従業員のコオロギとと小麦と共に、防犯カメラの DVD を調べ、殴った男の映像を見つけ出す。アルファビルの防犯カメラに映っていた男は、 同僚たちがみんな帰ってしまった後のオフィスで、コンピュータの画面に向かって、仕事をしている。午前3時。スカイラークでマリが一人で本を読んでいると、高橋が店に現れる。エリはまだ眠り続けている。ありがとうございます。